ベゼクリック石窟ベゼクリック船ツ騰とは、中国トルファン市交渉区の火炎山周辺にある5世紀から14世紀にまで遡る仏教石窟。火炎山の下にある峡谷の絶壁の上に位置し、現存する洞窟は10世から13世紀頃の天山ウイグル王国にまで遡る。西岸図第20窟第9寺院ベゼクリック船沸騰には77の 石窟が存在する。その大部分は、しばしば四つの部分に分けられたアーチ状の天井を持つ長方形の空間になっており、それぞれに仏陀の壁画が描かれている。その効果は、天井全体を数百の仏陀の壁画で覆っている。壁画の中には、インド人、ペルシア人、ヨーロッパ人などの様々な人物が大きく描かれた、ブッダを囲んでいる構図のものもある。 壁画の質は結構な差があり、芸術として稚拙なものもあれば、宗教絵画中の傑作といえるものもあるという。ベゼクリク戦ンフを代表する壁画が、聖岩図と呼ばれるひときわ大きい壁画である。これは、釈迦ニの前世における聖岩を描いたものとされる。ベゼクリクの壁画はかなりの損傷を負っている。そういった損傷の多くは、 偶像崇拝を禁止するムスリムによるもので、特に壁画の目と口の部分が削り取られていることが多い。地域住民によって他の理由で壁画が部分的に破壊されている場合もある。19世紀後半から20世紀前半にかけてヨーロッパ人や日本人の探検家が完全な状態の壁画が砂に埋もれているのを発見した。その多くは持ち去られ世界中に散乱した。 最もよく保存された壁画のいくつかはアルベルト・フォン・ルコックによってドイツに送られた。それらの中でも西岸図のような大きな壁画はベルリンの民族学博物館に完全に固定された状態で所蔵された。そのため第二次世界大戦中に保護のために持ち出すことができず、連合国によるベルリン爆撃で博物館が被害に遭った際に、 それらの壁画も破壊されてしまった。他の壁画は今日でもサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館、日本の東京国立博物館、ロンドンの大英博物館、朝鮮やインドの国立博物館といった世界中の展示施設で見られる。探検家たちによって持ち去られたベゼクリコ壁画のデジタル再現が日本で公開された。ありがとうございます。